あのメルマガを、はい、マグマグの、はい、登録したんですけど、はい、結局わからないまま止まってるんですけど。あ、そうですか。無料と有料の方で登録してやったんだけど、そこでちょっと止まってるんですけど、ね、そのメルマガと、はい、その違いっていうのは、メルマガっていうのは、メールマガジンを、まあ、登録してもらうんですよね。そうするとメールアドレスをみんなのをいただくんですよね、うん、いただく、まあ、マグマグっていうのは直接メールアドレスはわからないですけど、登録してくれると要は顧客リストがこう出て、その興味ある人のリストがもらえるわけですよ。登録したってことはもう興味あるってことなので、メールマガジンにその人のアドレスがわかるじゃないですか、うん、そうしたら、じゃあ例えば来週講座やりますと言った時に、その人に一斉にメールをくれるじゃないですか、うん、100人とか1000人に、うん、そしたらもう興味ある人なんで、うん、来る率が高いじゃないですか、うんうん、で定期的になんかそういう例えば、揺らぎっていうのがあったら、うん、揺らぎに興味ある人がもう揺らぎのメールマガジンを登録してたら、うん、揺らぎに興味ある人にいつも情報を送るってことは、自分がこういうメール見てたら、うん、ここに直接届くじゃないですか、うん、見てもらえる確率高いじゃないですか、うん、相手のだから家に行って手紙を持っていくっていう感じですね、うん、あのマグマグのそのブログのやつを見たんですけど、ブログ？ブログじゃない、あのメールマガジン、うん、はい、あの これなのかなと思うような感じで、そのただ文章がダワーって並んでる書いてあるだけなんですか？そうですよ、はい、テキストの情報です、基本的には。それを読んでいく、まあ、本の一部を読むみたいな感じで。でもなんかつまらんですよね、あれ。まあつまらんやつ。あの他のも見たんですけど。ああ、つまらんかったですか。なんかもうちょっとな、ただ字が並んでるだけ。ああ、まあそうですね。普通のこうメールが来ただけみたいな。それがメールなの。それがメールなの。はい、それがメールマガジン。まあ、今いろんなね写真取り込んだりとかウェブサイトみたいな感じで結構デザインされたやつもありますけど、基本的なメールはあの友達から来るメールと一緒でテキストの羅列なんで、それを興味ある内容であれば読んでくれるっていうのがメールマガジンです。で読んだりしますか？あの一応、まあ、まめに見てる人もいれば、まあ、好きな人の興味あるやつやっぱ読んじゃったりとかね。そうですね、あこの人はいいなっていうのは、まあ、僕的に思うのは一人だけじゃなくて、まあ、たくさんあってそういうのを作れば、うん、意外と、うん、あの見つけれると思うんで、うん、こんなの読んでくれるんかなっていう、うん、結構あのその無料登録で見てる人は見たんですけど、うん、あんま面白くない。これ読むのかなっていう。読むのかな。あれ見たらいいですよ。なんかベストセラーじゃなくて、なんか殿堂入りみたいなのがあるんで、うん、もう昔からやってる人とか人気あるランキングとかあるんで、殿堂入りしてるような人のメールマガジンを見る、購読してると、あこういうメールマガジンが読まれてるんだっていうのがあるんで、もう何十万とか何万人とか、うん、3万4万人とかいう。それも文章ですか？基本は文章です、はい。文章です、はい。で興味あるテーマだったら読みたいんじゃないですか。まあでも殿堂入りとか読んで自分がピンとこないんだったら、もうメールマガジンやめた方がいいかもしれないですね。自分に合ってないかもしれないですね。なんかもっと写真を入れたりとかそういうことできますよ。それも、ああ写真も今入れたりしますよ。動画も入れる。動画は今はリンクぐらいかな。でもはめ込むことはちょっとできることはできるけど、なんかそのブラウザーというかメールによっても開けなかったりするんで、あんまりおすすめはしてないね。今結構そういういろんなことができるようになってきたんだけど、画像をはめ込んだりとか、基本的にはテキストだとある程度他のいろんな人にエラーがないように送れる。でそこにリンク貼っといて、まあ、動画見てもらったりとか、なんかアドレスを入れると届かなかったりとかする。メールソフトによって弾いちゃったりとかあるから、うん、そうか、そういうのなんだ。なんか結構人気あるやつをちょっと見た方がいいかもしれない。殿堂入りっていうのがあるんで、人気のないやつか見ちゃった。そう最近登録したあ、そうみーちゃんみたいなやつを読んだ。みーちゃんが誰かが出したやつ。
兄ちゃん、どっかの兄ちゃんが出してるから、うん、全然つまらんないなと思って、まあ殿堂入りのやつはやっぱそれなりに読者が何万人とかいるんで、うん、やっぱりすごくこう、そう、殿堂入りはどうやって調べますか、今殿堂入り、まあ読み込まれてるでしょ、そんだけ、そうそうです、読者が多いんで、まあ、ベストセラーなんですよね、そう、ベストセラーみたいなもんで、マグマグ殿堂入りとか検索したりとか、あのマグマグ殿堂入りですか、ちなみにマグマグっていうのは昔からある一番有名なメールマガジンの配信スタンドっていうのかな、まあ書店で言ったら本屋みたいな感じで、マグマグメールマガジンで検索してくれてもすぐポンと出てくるんで、マグマグで検索すればすぐ出てくる、そこで、まあ、あのランキングみたいなのがあるんで、ランキングというか殿堂入りの人気ランキングみたいなんで、そこで殿堂入りのなんかいろんなジャンルのやつがあるんで、自分の興味あるジャンルで読者数が多いやつを読むと、あ、これうまいなっていうやつがあれば、まあ、そういうのを参考にしてもらうとか、はい。